皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は富士宮にあります清陵中学校の春の学校体験のお知らせをします。清陵中学校、もう4月中にね、学校体験あるんですよね。日時は4月の29日の14時から16時になっています。こちらですね。で、対象は小学生と保護者の方。内容、これは在校生からのメッセージで、部活見学と紹介、サイエンス教室、そして清陵独自の教育の方針ビーク、これを紹介するコーナーもあるそうです。嬉しいことに参加者全員に何かプレゼントくれるみたいですよ。その他としてスリッパなどの上履きは持参してくださいと。それから駐車場があるのでお車で出かける方も大丈夫です。申し込みはこちらのチラシを持っている方、ここに QR コードがあるので QR コードから申し込みすることができます。こちらのチラシがない方はこの清陵中学校の入試広報課、ね、入試広報課、こちらの方にお問い合わせをしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。